韓国行って怒ったりとか、聞こえ好きだよって言ったり、あいつもおはようこっちはって言って聞いてもらってます。はい、ちょっとアオサギ、シラサギがたくさん飛んでますね。はい、で、コウノトリなんですけどもね、あ、もう一羽飛んできましたね。はい、今飛んでます。ちょっと前に出てきてもらったら、今飛んでるのが飛んでますよ。それをまっすぐ伸ばして飛んでるのがね、お分かりいただけるかと思います。やっぱりシラサギと比べてもとても大きいですね。はい、今一羽がね、ちょっとゆったり浮かぶようにしてね、シャッターチャンスですね。はい、グライダーのようにこういうふうに滑空して飛ぶのが得意なタイプの鳥ですので、あ、一羽がもう降りようとしてます。足を下ろしてね、あ、はい、あ、ちょっと降りるのやめましたね。パタパタと羽ばたいてますが、後ろにいる2番目のように滑空して飛ぶ方がエネルギーをね、使わないみたいですね、この鳥。日本では流暢なんですけれども、大陸の方では野生のコウノトリ、中国とロシアで渡りをしてます。長距離を飛ぶので、その時にはね、パタパタしないで、こういうふうに滑空といってね、滑るように飛んでいく方がね、エネルギーを使わないみたいですから、こっちの方がね、コウノトリで飛ぶのは楽ですね。今、はい、1羽、2羽とね、中に入りましたね。オスです、見た目は同じ。ただこの魚は飼育コウノトリ用の魚でして、今2羽ほど入ってきましたが、普段は9羽だけなんですけど、それ以外にね、この近辺に住んでる野生のコウノトリが飼育コウノトリの魚をちょっと横取りしようと思って入ってきてるので数が増えてます。サギ類も同じですね。さっきカラスも飛んでましたが、上空また1羽食べるし、ヘビも食べたり、ミミズやモグラなんか、アメリカザリガニなんかもね、食べたりします。たらいの中に魚が入ったので、コウノトリがですね、たらいの中の魚を、はい、食べ始めましたね。魚は何をあげてるかというと、冷凍のアジを解凍したものとか、生きた魚もあげてて、生きた魚はね、養殖のフナ、飼ってるフナとかニジマスをあげてます。今日はお腹が空いてるんでしょうか。たらいの中の、はい、魚をあっという間に食べちゃったようですね。さあ、池にも魚が入りました。はい、コウノトリがね、はい、目で見て捕まえたパクって食べてるのがね、わかると思います。大きい魚とかだと目で見て捕まえて、そのままね、丸飲みをします。どうして丸飲みするかというと、コウノトリも鳥なので歯がありません。噛むことができませんね。噛むことができないともう飲み込んじゃうしかないです。ちぎったらね、食べやすいんじゃないのかなって思うかもしれないけど、コウノトリのくちばし長くてまっすぐですね。こういうのだとちょっとちぎるのも難しいみたいで、もう捕まえたら頭の方があるからですね。で、サギ類はそういう食べ方はしないです。もう狙って食べるだけなので、しばらくして魚がなくなってくると、コウノトリはずっと探し続けて、魚を食べようとするけれども、サギ類はもうじっと立って、何か動くんですね。待ってます。で、何かので、1985年にロシアのハバロフスク市から養鶏のチワをもらって増やしてきて、目の前にいるこのコウノトリたちはその子孫になります。数が増えたので13年前に、何羽を、ね、野生に返して、今141羽のコウノトリが自由に島根県と島根県に、ね、育てているようになります。どちらでも、ね、湿地があります。いろんな湿地のタイプがあって、島根県は山や山峰がある。